岡田監督ご満足コメント。前川が初回にマンデーだんな、やっぱ大きいよな、マンデー言うたらな、昨日と逆になるからな、攻めようがなくなってくるからな、結局はソロやったらまだあれやけど、石川が2回以降立ち直っただけに大きかった。そうやな、あんまり先発してないやろあれな、最近は強い打球が、いやいやまあずっと1本とかヒットまで取ったしな、まあそんなに状態良くないと思うけどな、やっぱりクリーンアップ吸えたらな、ああいう時に1本な、そら4打席で1本出るのがあん時かランナー空いてない時かで大違いやからな。ソフトバンクの笹川、広瀬のように若い選手が打てば勢いつく、いや向こうは8番9番やないか、こっちはクリーンアップでな、ポイントゲッターになるからな、本人にとっても良い1本に。そうやな、やっとな、左の時でも先発したりな、そういう形で徐々にポジション取れるようにな、今がレギュラーポジション取るそういう過程じゃないか、左ピッチャーとか対応したりある程度できてきたら自信もつくやろうし、守備にしてもな、チームの歴史でも高卒3年目でレギュラー狙える選手は少ない。まあな、おう、そらお前一人でも誰かでてこんとあかんわ、同じようなメンバーではやっぱりな、なかなか勝てへんから。佐伯はもうな、いやいやちょっと今までがな、ゼロゼロで後半まで行くような展開ばっかりやから、そんな4点入ったから気が抜ける言うかな、そだけ言うたんや、ピッチングコーチにそれだけ注意せよ言うて、安心してしまうな、あるかもわからんし、今までがもうそんな緊迫したイニングばっかり投げとるから、ピッチングコーチにそれだけ注意せよ言うて安心してしまうな、そういうのもあるかもわからんしな、そんなもう緊迫したイニングばっかり投げとるから、その中でも四球も出さずに、そうやコントロール用なったからな、やっぱりたっぷり休めたのもあるが、桐敷や岩崎も好投。おお、そうやな、久しぶりやろ、1週間ぶりかなあ、まあまたちょっと休めるやん。木浪が心配。おお、いや心配っていうか骨折してるんや、もうしゃあない、それはもう心配もクソも、それはもう抹消や。国母監督が監督対決に負けたけど母校は勝ったと、ふふ、もったいないの、最後も嬉しそう。佐伯様様やな、前川のマンデーホームランは良かったが、その後の攻撃はいつも通りやったな。ホークスがホームで初めて右の先発投手に負けたらしい。まあこれもこれですごい記録だな。前川レギュラー宣言と受け取っていいのか。ノイジーはもういい。ケアがノイジーミエセス残してなんでキラー出したんや。これで火曜日ハムに負けたら虚しいな。木浪の穴埋めだれやトレードあるか。そういやテルちゃん守備安定してるけど2軍の効果あったんかな。